集団ジェリーを何罰して50回以外ってなってるけどこれうわー復活は最悪、もうこれ本当に最悪な例ですから。
ちゃーの、ちゃーの、すいません。これは上がらず、まあ、着々とミッションはクリアしていってます。ここすごく大事です。ここで引けたら多分もうもらったもの同然です。引けないぞ。引いたか。箱が弱いけど、ノー、あと2ゲーム。上がらなかったけど、ね、これはいける。さあ頼む。あーまたここ、なかなかもう一個上がれないです。さあどう？うーん、手ばかりだ。3枚目です。全然いけると思ってなくてびっくりしたんですけど、いけました。247ゲーム。よし、今度こそ、あ、青背景、今度こそここで色を赤をレインボーにしてバトルに勝ちたいと思います。またもや色変わらず白のまま。超大炎勝てる星3つだった。久しぶりに歯応えがありますと戦う光り若き負け惜しみを言うな。ここは継続はするんですが勝ちたい。
そうじゃなくて強いんだろうな、これは。いっぱい飛んできた手が。最低保証があるので、もう継続率が結構ね、継続率がいいはずなんだけどな。最低70ですから30%引くのが得意みたいです。いらないわ、ほんとそういうの。なんてミッションを引いてしまったんだ、ほんと。今からです、今から。よしよしよし、合格に行きそうです。さあ、来ました。どっちが吹く？正解、ここで行こう。来た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 、よし、これは大チャンスです。できるできるできる。これは、ゲームス解除のカウンターです。3つついてるから、これはもう、おい、いよいよ。よし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 、これはもういけるでしょ。もうこれでいけなかったら本当に泣く。しかも泣くって大号泣の方の泣く。お願いします。ゲームスはとりあえずダメだった、ダメだったけど、まだあるから。いやー、嫌な予感がする、非常に嫌な予感がする。あ、ステージが、頼む。よし、よかったよかった。逃げられた。あと4ゲームしかない、それがいかないと。
こえてた。
この、ゲーム数なんですけど25ゲーム周期で勝目の時というところに突入のチャンスになります。で勝目の時に突入できれば、まあ、ゲーム数の上乗せに期待できるバトルに発展するチャンスゾーンとなっていますので、まあ絶対に最初30ゲーム以上あるので1回はそのチャンスがやってくるとなっています。はですね、言うの忘れてましたけど、なんと24本、まだまだ順当にいて、まあ、2.7 番帰ってくるチャンスは今当たってる時点でありますから。さあこの後入ってくれないとこもありますが、さあ勝目の時なんですが、これにはまあ55分の1ぐらいで突入するんですけど、ステージがあります。氷ステージは、上から2番目のステージで7ゲームの、保証ゲーム数があって、その後抽選です。継続抽選が行われ、約通常の、わあびっくりした、40倍で中段チェリーが引けると。中段チェリーを引いたらこういう風にバトルに発展、バトルで勝てばゲーム数が乗る、約勝率 60% です。赤文字お前の今かな、こっちの色は白。